株式会社日清製作所は、京都府京丹後市に本社を置く自動車、オートバイ用、エンジン部品、精密加工部品、工作機械の開発、製造、販売を行うメーカーである。2007年の東京商工リサーチによれば、丹後県で最大の企業であり、ホーニング版に関しては、業界トップのシェアを誇る。創業者の西木織米氏は1913年、 島根県氷川郡氷川町で生まれ、大阪へ出て、機械関係の仕事に、約10年間従事した後の、1944年に、今日の本社所在地である峰山町に来た。ものづくりで人の役に立ちたいと考えていた西木りは、日本で早くから輸出を始めていた、家庭用ミシンの将来性に目をつけ、1946年に、従業員5人で、家庭用ミシン部品の製造を始め、 二年後の1948年に法人化し、製品製作に必要な機械設備は独自に作り上げた。1955年には業界の動向に合わせ、工業用、ミシン分野に進出した。しかし、ミシン製造産業は企画化された製品であるため、リスクは低いが同業他社間との競争が激しい。それに対して、オートバイや、 自動車部品の大部分は各社各、モデルごとの専用部品製作のため、昭和30年代の初め頃より、同社は自動車産業の成長を予見し自動車部品への進出に乗り出した。こうした中で同社の方向を大きく変えたのが1958年、ホンダ技研工業からの二輪車部品、生産以来であった。これは、同社の製造技術を知っていた取引先の静岡県。 浜松市のミシンメーカーであるリズムミシンからの紹介によるもので、翌1959年ホンダ研工業との取引が始まり、最初の注文は単造品のキックスクータースピンドルブシ。ただし、その注文内容は品質、納期、単価などがかなり厳しいものであったといい、後年当時の状況を、西寄はこういう田舎だとのんびりして会社がダメになってしまう。 ホンダの厳しさを取り入れ、はじめは薬だと思って、採算を度外視してやったと語っている。九百八十年になると、工業機械分野に参入し、精密穴開け加工機である、ホーニングマシーンを開発するのなど事業を拡大し続け、九百九十五年十一月には、中国との合弁会社を設立し、山東省に三万三千平方メートルの工場敷地を確保して、 初の日本国外進出を果たした。創業者の西織織米氏は1983年に乱受法賞を受賞し、2006年夏に92歳で亡くなったが、翌2007年の東京商工リサーチによる情報誌選べる京都経済2007に掲載の京都府立法人申告所得ランキングにおいて単語地域ではトップとなる企業に上り詰めた。 日清製作所創業記念館2019年、コマネコ祭り実行委員会とコラボし、本社西浦門壁面を提供して、壁画製作による街の賑わい創出に協力した。壁画デザインは、光美術館の池田修造。2019年9月、地元の商業施設、峰山ショッピングセンターマインのオープン30周年、記念企画として、 日清製作所の創業記念館からパネルを借り受け、同商業施設内の特設会場で展示した。創業初期のミシン製造からの戦後の改変期を経て、自動車、オートバイなどのエンジン部品を手掛けるようになった、経緯など、日清製作所の軌跡をまとめたパネルのほか、創業者である西木織氏の経営理念、車掌や、社名の紹介、エンジンやミシンは、実物が展示された。 ありがとうございます。